はい、皆さんこんにちは。エデルワイス。前回はリコーダーの書いてあるパートですね。ここをゆっくり吹いてみました。参考になりましたか？今回はテンポよく吹いてみたいと思います。前回同様、ここから吹きますね。メトロノームは同じく120でいきますね。ではいきます。1、2、3。で、リコーダーはここだけなんですが、ね、皆さんよく授業で、ここからも、ね、このリコーダーのパートの人一緒に吹いてもらって、お休みして、またここから、ね、加わっていくようにやっています。その時に、お休みが長いので、コツとしては、この上のパートですね。レソソシダソミソでミファソってね、こうつながってるのを持ってタイミングよく出るといいですよ。ね、1、2、3、1、2、3、1、2、3でもいいんだけど、相手のメロディーを持ってこうやってね、こう出るといいかなと思います。だから先生が吹いてるときに。音はここねないですが、教科書見て、レソソシラソミソって、先生の演奏を聞いて、聞きながら思ってくださいね。はい、同じく120でいきますね。ではいきます。1、2、3。はい、いかがでしたか？参考になればいいなと思います。練習頑張ってください。